ってきました。トイレ行ってくる。トイレ。トイレ行ってきます。すいません。出庫したいですね。
嬉しいよね。かっこよすぎだよ。僕がかっこいいんじゃないんですよ。カバリスさんがかっこいいんです。あとパルちゃんリスナーさんね、パルリス団結です。あれが課金サイトの醍醐味です。一気にねランキングを上げていくっていうみんなの力で、あれこそがふわっちね、ふわっちです、これがふわっちのいいところ、ふわっちの面白さですね。団結です。皆さんが一丸になってアイテムを投げてランキングを上げてくれる、で盛り上がると。4000人いたね、すごい。気持ちがいいわ。もう満足しちゃったね。自分のことのように嬉しかったですね。かっこよかったです。僕はかっこよくありませんから、もうリスナーさんのおかげだから全部。タイトルバグっちゃった。あ、メッセージまた送りますよ。投げてくれたらね、ありがとうございます。もうテンパって作ったから。ありがとうございます。また送りますね、メッセージの方。今日あれですね、釣り部ですね。釣り部一騎打ちかな、ベルサイユちゃんと。ベルちゃんに勝ちたいですね。最終日ね、勝ってほしい。ね、だ変われるんですよ、人間って。やる気さえあればね。ベルちゃん強いね。強いよ、ベルちゃん。倒せるかな。倒したいね。まあ賞金は5万だけどね、10万じゃないけど、勝ちたいね、ここまで来たらね。一気にね。どうする、徐々に行くか、一気に抜くか、差し込みで抜くか。徐々に抜くとこう競るからポイントが跳ねる。一気に抜くか、最後に。一気にガツンといくか、どうするかね。そうそうそう、どうしようかね。どういう作戦にしようかね。まだ時間あるからね、40分ある。どうしようかね。マルちゃんがもうちょっとやる気があったらいいんだよね。まるで配信が楽しいな、ね、イベント楽しいなって思えればいいんだけどね。やる気がない。やる気があればいくらでもね稼げる。指が太いからね、iPad でやらせるか、iPad で。サトサちゃんにアイテム確認させるのもいいかもしれないね。それは得意じゃないかもね。細かい作業だから、アイテムを確認しながら応援してもらうって難しい。デブは向いてないかもしれない。指が太いから。明日まで換金しとけばよかったって。ダメだよ。僕だってイベントあるから。そう、動きが鈍いやつは向いてないかもしれない。スポーツだからね、イベントって。声も出さないといけないし、確認もしないといけない、音楽も変えないといけない、効果音も鳴らさないといけない。めちゃくちゃハードだね。それを何時間もやらないといけない。コメント読まないもんね。止まらせる方って、いや僕はすごくないですよ。僕はコツを掴んでるだけ。全然すごくない。
アイテム投げてくれる人がいるからこうやってねすごいですねって言われるだけで、アイテム投げてくれる人がいなかったらすごいって言われないから、アイテム投げる人がすごい。僕は全然、パワーギフターさんのおかげですね、小投げさんとね、混じり合ってね盛り上がったイベントが、10個ですからね、そっちか。あ、ありがとうございます。お前が、カピカナの方です。梅干しね、酸っぱすぎ、僕あの蜂蜜の梅干しがいいね。あれシソでしょ、あんま好きじゃない。いや、パルちゃん頑張ってほしいね、マジで。もうちょっと自力でね、順位を上げていってほしいね。コツさえ掴めばね、いいとこまで行くと思うんだけどね。しょっちゅうご飯呼ぼうかって、パルちゃん頑張ってほしいよね。 F4 だから、NHK 使えるようになったの、どうなんだろう、わかんない。なんか24枚とか持ってたよね、それで買ってんじゃない。まだロックはされてると思うよ、長野行くせいだもんね。めちゃくちゃアイテム上がってた、すごかった。疲れちゃった、めっちゃ疲れた。ちょっと目薬さして、めっちゃ疲れた。おじさんだからさ、もう43やで。今日初めて家出たわ、さっきパチンコ行こうかなと思ったけど行かなかった、しんどくて。応援していただいて、ナイスも押してくれた方ね、無料アイテムから、いや F4 でしょね。そう、まだ長野県行ってからでしょ、6ね、解除される、いやいいじゃない、パリちゃん明日もあるから。疲れたでしょ多分パリちゃんも、いいと思うよね、彼女もいるから大事にしてあげないと、彼女の時間をね、ずっと配信ばっかりじゃね、佐藤さんも2人の時間欲しいでしょね。炎上ニュースもあるからネタもねまとめないといけないし、ずっと配信してたらね周りが見れなくなっちゃうから、しょうがない。ポーカーさん行かなきゃいいと思う。罰ゲームはね行くんじゃない多分、ヤングチームは、山本さん一周するんじゃない。いや、パレちゃんは長時間は昔からやんないから慣れないと思う。いいと思うよ今の感じでね。ポーカーさん行かなきゃ、長時間向いてないね、パルちゃんは。せっかくあの配信部屋があるんだけどね、ゲーミングチェアもね、パチンコぐらいだったらいいけどね、ちょこっとね、ポーカーとかダメだね、麻雀とか長時間やるからお金も使うでしょ、あごり3位ありがとうございます。はいね、チームが勝ったからよかった。ポーカーずっとやるよあの子は、キリがない。田崎人気者だよ、彼女いても応援される。可愛いっしょ、
ねえ、面白かった。養分リスナーさん人数多いね。うちもちょっと見習ってほしい。うん、もうちょっと養分リスナーみたいに一人でも多くね、うん、入れてくれたらかっこよかったんだけど、もうちょっと団結高めていきたいね、うちらも。うん、お願いしますね、そこの総合フォロワーのお姉さん見てるからね、今日もあのフォロワーランキング見てたけど、うん、来てない子多いんだ。もうフォロワー整理しようかなと思った、来てない人。うん、もう200人ぐらいにしようかなと。来てないでしょ。見てるはいるんだろうね、多分。見てはいるんだけど投げなくなったね。うん、そこのお姉さんフォロー解除しようかな。うん、頑張ってる人と一緒にね、イベント頑張りたい。うん、ね、そこのお姉さん、うん、もっと頑張ろう、ちょっと、うん、もっと熱いお湯をね、うん、なっちゃうんじゃない、多分。私はちょっともうちょっと頑張りたいけど投げなくても勝てるんじゃないか、うん、人数負けれちゃう、負けちゃうね、人数多いところね。うん、もっと頑張ってね、おつぎちゃん頼りになってるからね。うん、みんなが投げないと私が頑張んなきゃって、もう責任感が強いから、おつぎちゃんはだから投げてんだからね、みんなで頑張んないと。で最後におつぎちゃんが来てちょこちょこって投げて1位みたいな、それが理想ね。うん、おつぎちゃん最初から全力で行くことになっちゃうから、うん、ポカーンってなってんのかな。うん、ダメよ、うん、手法が強すぎるからね、4番がね。野球だと4番バッターしかいないみたいになっちゃってるから、最初にこう1番バッターからこう1塁に出て2塁に出てって、そういうのができないから、そうだ、ワンオペワンオペって言われちゃうの。あそこはワンオペ枠だよ、お次じゃなかったら弱いよ。うん、フォロワーランキング10位内目指してください、皆さん。うん、なめられちゃう、お次ちゃんが風邪とかね、怪我とかで入院したらどうするの。うん、いなくなったら、大谷翔平いなくなったらどうするの。ね、お月ちゃん次は投げない、見てみようかな、4番バッター休んだらどうなんだこのチームは。うん、勝てるか、お月じゃなくてもいけるか、うちら最強が言えるか、お月ちゃん今日休んでていいよ、私たち頑張るから、そういう人がいるか、どうする、休ませるか、お月ちゃんそろそろ休んでいて、私たちがせいちゃんを刺さるから、できるか。おつぎさん、はい、おはようございます。あれ、どこの住職ですか。あの、床屋行ってきました。はい、出家したんですか。いや、イスラム教のハーラムに、あの、コーラ、あの、なに、あの、モスクに明日行くんで、はい、あのコーラン唱えてくるんで、はい、横浜の都筑区までモスクあるんで、はい、行くんで。これ坊主にしたんですか。いや、5ミリカットです。5ミリカット、はい、いや坊主じゃないですかそれ。で、せいりさん、ちょっと注文があります。何ですか。あの、ずっと聞いてました。はい、すいません。あんまり営業トークやめてください。営業トーク、はい、リスナーさんがかわいそうです。あ、すいません。
僕投げませんよ。あ、すいません。そしたらお月ちゃんはお月ちゃんの愛で投げてるんです。はい、リスナーさんは1個でも愛で投げてるんです。はい、それを理解してください。すいません。まあ以上です。それでですね、はい、明日はデート、彼女とデートで、はい、リングを渡すんですね。リング籍を入れる、リング、結婚リング、はい、婚約と、はい、指輪、はい、注文したんで、はい、オンラインでいいっていう、安いんで60万はいらないよって、はい、その代わり人を帯100万、はい、結納金として欲しいって、結婚式の60万、この指輪を2つ買おうと思ってたんですが。お金が欲しいってこと？じゃあ結納金、結納金、お金でしょ、お金でしょ、そうそうそう、リングよりは現金を持ってこいってこと？だからドレス必要でしょう。はあ、ウェディングドレスいらないじゃないですか。だって年も年だし。いえ、何歳でしたっけ彼女？51でドレスいる？一生に一度のことですよ。いるかな。でね、しかもさ、寝たきりでしょ。はい、彼女。いいんです、それで。いいんですか。新幹線、軽井沢だから新幹線でタクシーで行きますから、うん、いいんですか。はい、別居です。完全別居。別居、はい、子供は作れません。動けんのかね。動けないです。動けない？車椅子？違う、よちよち歩きでタクシーで、うん、新横浜か武蔵小杉の、うん、武蔵小杉は新城内か、うん、新横浜は何かな、なんか体調が悪くて2つ病院通ってます。クリニックですけど、うん、僕は横浜労災がすぐにあるんで、うんうん、横浜のところにそこをおすすめするか、うん、あるいは新幹線で買える時計とか人気せいろかをおすすめしたいんですが、うん、はい、私火を出しますからちょっと、はい、まだずっと寝てる状態なんで、はいはいはい、10分ぐらいしか会話もできないんで、はい、まあ役立たずな嫁ですね、はいはい、ですが愛してますから、はい、はい、まあそんな感じです。それでね、はい、テリーさんお店見つけました。写真は後で送りますが、はい、一発の隣にインドカレーのラスミってお店があるんですよ、はい、そこ今日2人分買ってきたんですが、明日の弟とも、はい、で一人1500円で食べられるんですよ。一度行きませんか。あ、行きたいですね。うん、だから焼肉の太陽、太陽で、それからそこでちょっとつまんで、はい、で一発さんでつまんで、クジラのお寿司もありますから。クジラの寿司はお嫌いですか。いや、食べたことないです、クジラ。そう、クジラ肉どうなんですかね、美味しいんですかね。まあ今はもう日本は脱退しましたから、はい、あ、明日とか行ってる。明日は行けない行けない、まだ大阪っす、大阪。ああ、だから先生、僕がそっちに帰るのは14日とかっすね。まずは一発さんに行きたいな、はい、大将にね、誠司さんをご紹介したいんです、社長さんって。はい、お名刺をちょっと持って、はい、それで金箔のカレンダー買いましたから差し上げます。ありがとうございます。名刺サイズですけど、はい、2000円ですが、はい、金箔ですよ。ええ、金箔っていうのは 0.01g くらいですが、はい、綺麗です、はい、で注文しましたから、はい、差し上げます、はい、時間もよろしくお願いします。わかりました、ありがとうございます。私からの意見はそれだけです、はい、ありがとうございます。じゃあ配信お願いします。はい、はい、みんなじゃないですか、これです。何だった お前が。
よくわかんない。先生怒ってたわ。あ、宝石ありがとう。分かんない。うわーい先生、宝石コレクションです。宝石コレクション先生あれです。確か米版なんだよね、まだね。米版先生あれです。先生できればあの釣りのイベントがいいんですけど、釣りのやつ。先生宝石じゃなくて釣りのアイテムがいい。うん、釣り負けてるから釣り勝ちたい。うん、はい、お願いします先生。釣りのイベント、うん、テロップ見てください先生。でも買ってあったんでね、宝石ね。もう買ってあったの。コンビニダッシュお願いします先生。川崎名物コンビニダッシュ全速力でお願いします。 iTunes カード全力で、10万円分いいですか。10万円分ないと厳しいかも先生。買ってないかもしれない。釣り目勝ちたいです。20万円分もいいかも。20万ぐらいマックスまでお願いします先生。勝ちたいです。あー、弟が持ってる。明日なら米番だから弟がカード持ってるからダメだと。あー、ここありがとうございます。少しですいません、ありがとうございます。ありがとう、ここね。弟にカード全部持って帰っちゃった。あー、ありがとう、リツコちゃん。明日だったらいけるみたいな。豚心すくいな。ありがとう。あ、りゅうちゃんありがとう。あ、心すくいな。ガッキーちゃんありがとう。それちゃんも全部取られちゃった。10個ありますあんこ、ゆいぽん、ブタゴ、ルーチありがとう。10個ラスコやりますゆいぽん。ロングかなこれ、ロングか。皆さんちょっと集中でお願いします。5個ありますガッキーちゃん。10個ゆいぽん、なーちゃん10個ラスコ。ルーちゃん心遣い。お前が10個ラスコイ、ピグちゃん。5個ラスコイ、やりやす、ちっちゃん。そう、みんなで応援しましょう、みんなで。ナナちゃん心遣い。団結です。そうです、ちっちゃん。団結力。そう、ルーちゃん。お魚お願いします。お魚ね、豚とか。ストップね。お魚集中、お魚集中モードお願いします。5個ラスコイガッキーちゃんありがとう。お月ちゃんごめんなさい、10個ちっちゃん。せいちゃん今投げちゃっていいって。どうしようかな、どうしよう。あのベルちゃんの方がどれぐらいあれどうなのか。ちっちゃん10個どうなんだろう。4番が今出てきちゃっていいのかな。10個ラスカイ N ちゃんです。
します。 10個投げ、10個投げいいですか。止めないで、誰か投げるでしょうじゃなくて、自ら応援お願いします。やめてください。ピタッと止まるの。10個ラスコイ頼むで、カコちゃんいらっしゃい、うん、ラスコイもね、ラスコイも大事。そう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 、みんなでみんなで、そう、止めないでください。10個止めないで、そう、10個ラスコイ。ピターって止めないで、いいとこだったのに。10個ラスコイ、テンポテンポ、マユちゃん OK、 テンポ大事、テンポ大事、止めないで止めない、10個止めない、お願いします。止めないでください、あと10分だよ、止めないで。もしもし、さっきまで10個いい感じで上がってたから、テンポ、お月ちゃん呼ぶ、呼ぶか、お月ちゃん、苦しい、もう苦しいの、玉切れ、5個ラスコイ、あ、せっちゃん5個ラスコイ、あ、せっちゃん早いよ、玉切れ早いって、全然投げてないでしょよ。10個ラスコイ、あやっちゃいよ、お月ちゃん、ミラクルいってる、つーちゃん、あー、来た来た、これミラコ、頑張った頑張った、あー、つけちゃん頑張ったね、あー、つけちゃん、ミラコ、ミラコ連発、ミラコ連発、止まらない、ミラクル連発、これでもかと言わんばかりのミラクル連発、ミラクル、強すぎる、勝負あったか、どうだ、ベルサイが来るのか、
ちゃんに拍手お願いします。素晴らしい。あとはちょっとベルサイユのね枠を見ながら温存で、うん、温存だね。あー、ティちゃんありがとう。どれぐらい強いの？あちらの爆弾士さんは強いの？あ、おつぱれ、皆さん無料アイテムお願いします。うん、おつきちゃん、保存何？保存。あ、それ多分ね、ごじってると思う。温存だと思う。温存。10個セッチありやす。温存の意味あるかって。あるよ。おつぱるあります。ごじってる。温存させる意味あんのか。あるよね。チームを強くするために。うん。1番バッター、2番バッター、3番バッターを強くしたい。うん。最初から投げろ。いや、そうじゃないんじゃない。うん。はるちゃんからありがとう。うん。インチケラスイチ？マジで？じゃあ早急に長野県行かなきゃダメだね。うん、270万納めて口座凍結を解除してもらわなきゃダメだね。ベルちゃん来るよ、気をつけて。ベルちゃん来るって。あと何分？あと7分ね。あ、一応アイテムは上がってないみたいだね。今のとこ大丈夫。見といてね。スパルありがとうございます。プラムパルパルからありがとう。パルパルからナイス、2000超えた。おお、すごいな。やればできるんだな、あいつ。あ、佐藤さんちゃんからありがとう。ミラクル飛び出した。せーつー、いける。つーちゃん、オッケー、25個。強いぞ、多分。大丈夫、俺ならいける、いける、いける、25個から使う。Sちゃん、オッケー。Sちゃんも行ってくれ、全力で。エースは何人いる？うちのエース。まだ出てきてない、出てきてない。Sちゃん、20個から使う。全力で行ってください、全力で。行ってくれ。あと5分。負けるわけにいかない。さやかさくらも来た。頼むで。25からスカイ。え、さやかさくら、ミラクル連発始まってる。10個からスカイ。さやかさくら、OK。 うちには金太のプラチナいっぱいいるぞ。銀太の気も言ってくれ、全力で。やばいぞ、抜かれるぞ。来てるぞ、ミラクル来てる。ファンタスティックになってる。銀太郎、銀太郎頼むで。オッケー、ミラクルいった。スーちゃん、オッケー。ミラクル絶対に負けられない。ミラクル将軍倒すわ、将軍倒すわ。ミラクル Z 界勝つぞ。ミラクル、オッケー、ミラクル連発。ナイス、ミラクル。ケー、ミラクルいってる、強い。ミラクル、君がアラブ石油大発、今夜が君がトップワン。2がいないとやっていけない。
はい、ミラクルいってる。強い、強すぎる。ミラクル見たか、これが Z 界だ。ミラクル、まだやるかい、まだやるかい。ミラクル止まらない、止められない。いってる。どうなった？これでついてくるようだったらベルちゃんはすごいよね。うん、もうこれは日和よね。無理やね、勝負あった。うん、ミラクルまだいるかい、まだいく。ミラクル連発、ミラクルまだやるかい。ミラクル連発、ミラクル、大月ちゃんに盛大な拍手をお願いします。すごすぎる、素晴らしい。皆さん、あとプラムもお願いします。すごいでしょ。僕がすごいじゃないです、大月ちゃんがすごいんです。すごいでしょ、気持ちがいいでしょ。お月ちゃんはさ、何の仕事をしてんだろうね、どんな人なんだろうね。すごいな、うん、これ投げれる人いる？こっちでいないよね。もう考察しようか、何の仕事してんだろう。すごない？気になっちゃうね。何の仕事？芸能人？ YouTuber？ 財閥？ ビットコイン？不動産？安室奈美恵なの？何の仕事してんだろう？安室なの？やっぱり馬主？遺産じゃないって言ってたよ、遺産ではないって。うん、遺産だったら普通の人はね、もう3ヶ月でもう破産する。うん、あ、株主ね、株主、お前が株主じゃなくて株主、つーちゃんが言ってる株主、
株主じゃなくてカバ主。何なんだろうな。ソニーとかパナソニックの社長の娘とかニトリ。風俗で無理無理無理、絶対無理。もう風俗嬢で破産してる。あのいろんな生き方見てきたけど、風俗嬢は1ヶ月2ヶ月かな。うん、違うね。なんだろう。でもよく飽きないよな、お次ちゃんって。飽きられたら終わりだからね。よく飽きないよな。すごいよな、ずっと応援してくれてるからね。あのお次ちゃんがこのワンオペって言われるんだけど、あの昔からいるんだけどね、結構で最近すごいんだよね。最近投げる額が増えてるだけで前からいるんだよね。どうしたらいいんだろう。うん、ワンオペワンオペって言われるんだけど、もうね3億ぐらい。どうだろうね。結構前からいるリスナーさんなのに、こうワンオペワンオペって言われる。まあ強いからね。うん、子さんなんだよ、前からいるんだよ。お月ちゃんって有名だよ、うちのリスナーで。うん、会ってくれない、 LINE すら教えてくれないもん。うん、いやみっちゃんいるときからいるよ、普通に応援してくれてるよ。うん、確かウイタンのときから応援してくれてるで。ウイタンのときから。うん、宝くじのレベルじゃない。うん、そうだ。ウイタンがいるときとみっちゃんがいるときはリスナーさんの層が違うわけよ。でそれでもお次ちゃん上位にいたのよ。もう2位か3位はいたの。あのカンさんっていたでしょ。カンさん結構すごかったじゃん。カンさんの下にいたから、いたから普通に。でカンさんが A 番になってお次ちゃんが押し出されるようにして1位になってるんだけどね。フォロワーランキング1位になって、うん、でエースがいなくなったじゃん、カンさんがいなくなって。でお次ちゃんがエースになったら強くなったってこと。そう、あ、みつりちゃんはもう結婚した。うん、ことぶき大社たまに来るけど、とわちゃんはブロックした、めんどくせえから、ガチャガチャうるせえから。フォロワーランキング1だったけどブロックした、金返せって言ったから。みつに金返せって言ったから、めんどくせえから、うるせえ。でも見るな。でこつきちゃんが1位今ずっと、それからね Z 界を支えてる。うん、そう、あんまりね近くてもね、うん、距離がね、多分それも分かってんだよ、お月ちゃんは。 LINE はねちょっと教えると距離が近いから。うん、ミリちゃんも来てる、シャンパン入れてくれたよ。うん、ダイヤは投げない、あいつは NG ワードでカマチョしてきただけ。 NG 入れた、打ち込んだ。サクサクも来てる、強い。マリアちゃんからありがとう。五十嵐はいなくなったね、あれネカマだったね、結局ネカマ。うん、結構 Z 界はいろんな人が出ては入っては出て入って出て入って繰り返し、いろんなやつ来る。うん、ネカマ、いや裏ルートがあってちょっとここでは言えないんだけど、裏ルートで分かっちゃった。うん、そうネカマだって、男だって。あれは拾いが、おじさんだった、おじさん。うん、ルイジの伊藤さんみたいな感じ。うん、旦那に怒られるも嘘、からかってた。だって LINE も教えてくれたけど、
電話出てくんない。男性リスナーさん、なんであんなさ女のサムネなんかつけてさ応援してたんだろうね。なんだ、面白いんかね。結構投げてくれたよね、リカラシ。意味わかんない、ネカマで相手の投げるリスナー。あ、俺が喜ぶから可愛い子にから応援されてると。でもあのコメントはちょっと異常だったけどね。ちょっとグイグイ来すぎだったけど、なんかさあんまりグイグイ来る女ってさ、俺なんかちょっと警戒しちゃう。女ってさ、ちょっと恥じらいがないとさ、せいちゃんのなんかほら結構来るやん、せいちゃんのこと大好き大好きみたいな。その特攻も言ってくれた。うん、ハルパル助ける、かばうのやめろよ。なんでハルパルは助けちゃダメなの、なんでなんでダメなの。ウッキーリスナーか。ウッキーのさコメント欄荒れたって本当？なんかハットで来たんだけど、荒れたの？1位抜かれて。嘘、なんて叩かれてた？誰が叩かれてた？ずるいって、ずるいの？ダメなの？政治チート荒れてない、うん、ウッキー悪く言ってなかった。まあ、引っ越し祝いだから、ね、ウッキーも引っ越したらね応援してあげる。うん、あ、やる気がなかったのパルちゃん、疲れたんだよ。普段あんなのやんないじゃん、イベントモード。疲れたんだよ、慣れないことしたから、精神的ストレスだよ。しょうがないよパルちゃん、慣れないことやったから。パルちゃん本気出したらね、イベント強いんだよ。総合3位とか4位とかいけるとこまでポテンシャルが高い、うん、昔はねすごかったんだよ。だって俺と張り合ったことあるんだから、マンスリー。俺負けたんだよパルちゃんに、うん、強いんだよ。 F4 だよ。しのぎが見たい？うるさいね、本当に。うわ、嘘だろ、マジかよ。ちょっとまたこれアンチ増えるかもしれん、アンチ増えるかも。時給39万、うん、おビルが立つぞ。ねえ、すごいでしょ。ビル買うか。あ、これさ、これだけ金あったらさ、不動産業できそうじゃない？なんかマンション買って転がしたら金入ってくるパターン。お金を稼ぐ仕組みを作れるぐらいの金があるよね、そろそろ。不労所得できるよね、これだけの財力があったら。俺も配信やめていい、そろそろマンション何個か買って引退していい。ダメ、株とか買ってさ。だってちょっと目立つとさ文句言われんだもん、あそこばっかりずっと1位でとかさ、政治がちょっと応援したらさランキングが上がってずるいとかさ、うるせえんだもんこの業界マジで。うん、お月が投げてるからあそこは
まあ、ワンオペだ、ツエだ、ずるいとか、お月がいるからずるいとか、うるせえんだろ。ねえ、暇だったらミニーナのコラボ、駐車場経営者でもやるか、駐車場、うん、なあ、お月ちゃんもアンチいるしよ、言われたでしょ、香川さんとこでも、ほとんどお月ちゃんがシャンパン入れてんじゃねえかって、直接金あげろとかね、うん、もう直接お金もらっていいもん、お月ちゃんから、ねえ、で、あのペンギンでやるか、活動費としてもらってペンギン、そうするか、もう直振り、おっと、それダメだね、それ冗談で落とされちゃうから、うん、ダメだね、落とされますから、直接フリーキックするか、関節じゃなくて PK するか、 PK 直振りを PK にこうインゴとして入らせてほしい、 PK PK お願いします、お月ちゃん PK いいねえ、そうだよ、収益2倍になるよ、誠司君、東京の日本橋にマジにビル買う、佐野さんちゃん直振りね、ダメよ、米番になっちゃう、うん、誰か分かっちゃったね、プロレスの方はね、分かっちゃったね、うん、誰か分かるよね、あの方ね、ビルを買ってほしいみたい、日本橋、日本橋はな、どうなの、まあオフィス街だよね、ビル買ったら儲かる、うん、ひろみさん来た、出てきた出てきた、ビルを買うか、うん、酔ってんのかな、どうなんだろう、うん、先生いるよ、ほんで釣りのイベントはまだやってんだ、10日まで、あれ今日までだった、もしかして、あ、今日までか、あ、終わり、釣りイベント今日何やんの、イベント終わっちゃった、次のイベントはサブイベ、何もなし、ゲリラ、あー、ないわ、ゲリラない、俺の好きなイベントが、あー、マジやる気ないわ、今日本イベ最終日、メインか、あー、メインな、宝石か、3万だもんな、今日キタピーが9月に来た、知らん、あ、ひろみさんお願いしますね、またね、あ、宝石か、ウルトラも出てない、出ないもんな、ウルトラいくら、だってこれだけさアイテム投げてんのにさ、一回もウルトラ出ないとおかしいよね、確率一回も出ないんだもん、キタピ来たんだ、どうだった、コマイトバトルした、ラップバトル無敵金と2時間でブロンズ1位取れたから、これからも頑張る、キタピが来た、少し見たけど帰れすごかった、養分に相手にされなかった、うどんさんの指示バンされた、バンなの、アンチは出た、でもどうせさあれじゃないの、うどんさんの指示で来たってことはコマイトバトルして、うどんさんがキタピに爆投げしてコマイが負けたんじゃないの、どうせそうでしょ、だいたいわかるわ、うん、
そういうことでしょ。せいちゃんもタイトルにして煽り腐ってた。ああ、駒井くん負けた。じゃあ僕はキタピとバトルはしません。うどんさんが投げるんだったら。うん。ああ、ふわっち村を守ろうとした。いや、うどんさんがついたらね、負けるでしょう。うん、駒井リスナーさんもひよっちゃうよね。うどんさんがバカ投げしてるってコメントあったら、あ、投げるのやめようってなるでしょ。無理だってなるでしょ。ゼロ&せいちゃんタイトルにしてた、うん、帰ろうって言ってた。せいちゃん、ひげめんくんとかいう人の話見てない。うん、もう寝てた今日は。疲れちゃって。なんか最近顔がさ、疲れるというかさ、わかるかな、なんて表現したらいいんだろう。目がね、こう開きづらいんですよね。わかる？なんて表現したらいいんだろう。目が突っ張るというか、こう目を開けるのが重い。うん、どうしたらいいんだろう。この辺が疲れるんだよね。この辺がボトックスのせいか、なんかさ疲れるんだよね、顔が。携帯見すぎ。休んでいい？マッサージ行ってきたいね。なんか 目が開けるのがしんどいというか、疲れる目が。ずっとコメント見てるからかな。目が乾いてるのか、なんか目が重たいというか、この辺がね、なんか重たいんだよな。変な感じする。眼精疲労。いや、オリスパ今日無理じゃねえ多分。今今日何曜日だっけ、日曜日でしょ。めちゃくちゃ混んでると思う。年、あ、冷やすといいの？どっち？ホットアイマスク、眼精疲労。どうやったら取れるの、眼精疲労は。どうしたら治る？ホットアイマスクいいの？嘘、やろうかな。温めるの、あったかいタオル。目が疲れちゃったもん。温める、目をレンジでタオル。メグリズム、メグリズム結構良くない。ホットアイマスクいるな。じゃあ、うん、金玉温める。ライト暗くしたらいいの？ライト暗くする？もうこれ、あ、これだったら楽かも。これでいい、楽かも。めっちゃ目がめっちゃ楽。ライトか、疲れるの目が。これ楽かも、そっちも見やすい。うん、いいですか、これで夜は。うん、あ、目が楽だわ。ライトだったんか。めっちゃ疲れるわライトって。めっちゃ楽。眩しかったんか、目が楽。サングラス置いてきちゃった町田に。いや、全部消したらあかんやろ。ライトはね、もうこれしかついてないんだよ。上の照明ついてない、もう これだけ。このグリコの照明だけもう全部消してる。うん、十分明るいんだよこのグリコだけで。グリコが明るすぎんだよね。そう、
一回消す？グリコ？あ、これは楽だよ。これはめちゃくちゃ楽だよ。うん。怖くない？これも。めちゃくちゃ楽。目が。うん。夜これでいいの？顔見えなくね？これでいいの？夜景がいいの？全然見えなくない？顔見えてる顔。あ、目が楽、めっちゃ楽、全然目が楽だわ。見えなくてる顔いらない。あ、コメント見やすくなった。あ、そう、いらない。いい感じ、イケメンに見えてきた。ラジオでいいの？もはや。パソコンね、かっこよかった。暗いと目が悪くなる。あ、逆に疲れないけど、目の疲れをどうにか治したいわ。ホットアイマスクいるわ。ホットアイマスク欲しいわ。冷えピタじゃダメなのかな。冷えピタ、冷えピタわかんのかな。目にやっぱ温めなきゃダメなのかな。温めんの？冷やしちゃダメなんだ。なんか冷やしたくなるけどな、目が疲れてるから。メグリズムって何の？何なんその メグリズムって初めて聞いたけど。メグリズム？あー、あー、ドラッグストア見たことある。あ、これか、メグリズム見たことある。これだ、見たことある。これいいんだ。蒸気でアイマスク。蒸気なのこれ。40度の、蒸気浴。20分間、気分まで奥からほぐれていく。へえ。香りもいいの。ベストセラー。ウーバーできるのこれ。ウーバーできるかこれ。できる？あるのかな？メグリズム。疲れた。メグリズム。いや、出てこないな。ないっすね。ないわ。閉まってる。かなりおすすめ。なんかさ、あとサプリみたいなのないのかな。眼精疲労にサプリメントカプセルなんかないかな。目にいいやつ。ナイトミンって何？ビタミン B、 ルテイン、ブルーベリー、糖尿、ブルーベリーダメなの？もう夜は電気消して寝よ。俺さ、電気つけて寝てる時あるからさ、もう電気ないと楽だ、目が。電気がかんのかな、これ。照明が。目が疲れちゃっても。暗い方がいいね。目がめっちゃ楽。うん。電気つけっぱなし、デブになるらしいよ。あ、だから太ってんだ、俺。だからか。うん。ブルーライトカットメガネ。脳が休まない、確かに。うん。
全然寝れないんじゃない最近。視力はめちゃくちゃいい。1.5 両方。めちゃくちゃいい。俺コラボとかしてても、あのコメント欄全部見えちゃう。結構遠くから。こんぐらいでも見えちゃう、全部。コメント欄。全部見える。めちゃくちゃ目いい。車さ、あの、後ろに座ってても見えちゃう。後部座席からでもコメント見えちゃう。うん、肩こりもあるね、頭痛もある、うん、あとあれ糖尿持ってるから、あの眼科に行ってほしいって言われたことがある。糖尿の先生に一回、みっちゃんと神戸のね糖尿の専門家のとこに行ったら、佐久さん絶対に眼科に行ってください。糖尿病はあの目の病気になりますから、目が見えなくなりますよ。検査を受けてください。全然行ってないんだ俺。目の検査、なんていうの、緑内障っていうの、なんていう病気なの、緑内障になりやすいの。検査連絡すれば行ってねえなと思って。